うどんです。なんか通し稽古したら多分酸素が薄かったのか頭がぼーっとして、さぬきうどん、なんか最近うどん好きなんですよね。なんかゆい、あ、ちょうどコミメール来たよって、よかった。これも昨日うどん食べた。お、いいシワだ。いただきます。夜ご飯もぐもぐ配信でございます。いただきます。うん、なんか、うん、めちゃくちゃ薄味だな。とっても薄味。ん？さぬきうどんってさ、どういうことなの？お出汁のうまみ。たぬきうどん。たぬきうどんってさ、きつねがあのお揚げっていうの？あのなんか。お稲荷さんみたいな、タヌキがこれ天かすってこと？味薄い。薄味だな。どうしよう。どうしたらいいと思う？なんか調味料持ってきていい？しちゃった。え、何を足すのがいいと思いますか？本みりん？これ？これか、これか、これを持ってきました。塩コショウ。でも本みりんの方が良さそうじゃない？本みりんって何？みりんって何？だし？みりんって何？お酒？お酒だけ？
ダメじゃん。お出汁がなかったからちょっと醤油、ちょっと醤油とちょっとごま油で味変しようっと。つゆだけは美味しいんだけど、なんか麺に全く味がない。ごま油絶対美味しくない？もう出汁香るうどんじゃなくなってる。ごま油香るうどん、うまっ。ごま油香るうどんになりました。ごま油なんて何にかけても美味しいですよね、正直。思わない？卵かけご飯にさ、ちょっとごま油入れるの美味しいんですよ。知ってます？今僕隊にユキリン出てます？ユキリンさん出るって発表されてた？なるちゃん出れなくなっちゃったの？皆さんもう夜ご飯食べましたか？
ご飯食べてる時が一番幸せ。みんな夜ご飯何時ぐらいに食べるの？マジでご飯食べてる時とお菓子食べてる時が一番幸せ。あと寝落ちする時、人間って感じするよね。え？俺は毎日食費節約のためカップ麺？え、何のために節約してるんですか？あー眠い。お風呂入ってから寝たい。何のために？待って、むせた。うどんにかけた塩コショウが喉にガッてきました。死ぬかと思った。うどん吸った瞬間、塩コショウのコショウがグッて喉に来て。来た、喉に。もうこれやばいかも。今後のうどん来るやつかも。824日連続ありがとうございます。シーカーさん、ハートの天使いっぱいありがとう。レッチ、824日を迎えました。ブー君、猫ちゃんタワーありがとう。よし、今日早めの時間帯に見てくれてる、ありがとう。すいません、ね、喉にうどんが。結構きた。
猫。お礼させてください。ブー君、猫ちゃんタワーありがとう。じゃーん。ありがとう。じゃん。あと。Love you。ありがとう、ブーくん。今日は、通し稽古をしてきたので、髪の毛も顔もボッサボサ。髪の毛も顔もボッサボサです。なんかさ、むせてさ、咳止まんなくなると鼻も出ません？鼻と喉がどっちもやられるよね。どっちも来たて。
ね、頭痛い時って何の薬飲めばいいんでしたっけ。なんか今めっちゃ頭痛くて、なんかでもなんか風邪ひいた痛みとかそういう痛みじゃなくて、疲れの痛みっていうのがめっちゃわかる。肩こりとか目の疲れとかそういうところから来た痛みがめっちゃ今あって、めっちゃ偏頭痛、ここら辺こめかみがめっちゃ痛いの。ズキズキガンガンじゃなくて、こうグーッと押されてる痛さ、バファリンかな。なんか通し稽古だったからさ、今日めっちゃ集中しててさ、その集中が頭にめっちゃきたなって思う。そして喉ようやく復活した。ロキソニンでいいのかな。いつもさ腰痛くてロキソニン飲んでるんですけど、ナロンエースおすすめって初めて聞きました。なんか痛み止めってバファリンとロキソニンのイメージ強くて、また来るとこだった。絶持ちですか。結構低気圧とかあの天気悪い時めっちゃ頭痛くなります。吐き気までしちゃうのは辛いね。それめちゃくちゃ重いですね。痛み止め飲んでも効かない時ある。わかる。なんか腰まだ痛くて、でも最初はロキソニンとか飲んでも痛み収まんなかったんですけど、今はロキソニン飲んだら治ります。頭もこの偏頭痛もロキソニンでいいのかな。でも腰もさりげなく痛いから、どっちに薬が作用するんだろう。迷っちゃいそう、お薬がどっちって。もうなんか頭も痛いし腰も痛いし、
ごちそうさまでした。美味しかったです。お腹いっぱい、お腹パンパン。ちょっと一瞬出した調味料をしまいます。ロキソニンとデザート持ってきました。デザート
ゴディバのクッキー、うん、うまっ。ちょっと待って、美味しすぎ。大輝くん、くまちゃん、ありがとう。嬉しい。お仕事お疲れ様です。え、めっちゃ美味しい。ちょっと待って、もううどん食べないでお菓子食べればよかった。お、私がアマゾンで購入したものが届いた。ヒートテックをね、買ったのよ。めっちゃ届いたわ。よっしゃ。あー、でもなんか薄そう。薄めのヒートテックだ。なんだ。なんか新品のやつって匂い嗅いじゃう。靴下もいっぱい買ったんだけど、靴下はなかなか届かないね。薄いね。まあでも冬じゃなくても着れるって考えればいいか。うん、あ、待って、靴下も届いてた。見て、今日買った。あれ、私黒しか買わなかったんだ。見てください、レディース靴下大量に。見て、これ全部靴下。届いた。なんか靴下がさ、今3つしかなくて、両方揃ってるやつが3つしかないから、もう買ったの。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10足、10足買いました。これで10日は洗濯しなくても平気です。嘘ぴょん、ちゃんとするよ洗濯は。ヒートテックもさ、私3着ぐらいあったはずなのにさ、なんか1個もなくて、なんなの、ママなの、なんでないんだろう。で、ママに着てるの私から3着買ったヒートテックも。なんでだろう、おかしいな。靴下どんどんなくなって、私パパの履いてんだよ。変だね。
腹いっぱい丸。よいしょ。ちょっと明日のスケジュール来てるかな。瞬確認します。まだ来てませんでした。明日のスケジュール。では皆様、配信見てくださりありがとうございました。ちょっと最近全然ね、もうほんと舞台稽古期間だと、あの AKB メールとかさ、ファンクラブとか更新なかなかできない、インスタグラムも。だからちょっと SNS の更新をお風呂にこれから入ってして、そして通し稽古の映像が上がってると思うので、もうロキソニン中毒みたいな感じで毎回ロキソニン飲んでんだけど、ではランキング読みたいと思います。13位、浜野猿さん。12位クロ。11位クリス・ロナウド。10位バサシ。9位オリさん。8位レイちゃん。7位シュンゴさん。6位アキラさん、ヨウさん。5位パーチンヘアのユウくん。4位プロちゃん。3位ダイキくん。2位シーカーさん。1位ブーくんです。ありがとう、皆さん配信見てくださりありがとうございます。明日も一日頑張ります。ではおやすみなさい。ありがとう。